ストーリーが楽しめます。トライアルが新しく前回の続きから新しくストーリーを始めます。それではキャサリンの世界をまったりとお楽しみください。夜空が満天の輝きに満ちる頃、素敵な物語をあなたと。皆さんこんばんは。ゴールデンプレシアターへようこそ。案内役は私、ミッドナイトヴィーナスこと石田ルーです。ところで皆さんはこんな怖い噂をご存知？夜、落ちる夢を見た時、すぐに眠りから目覚めなければそのまま実際に死んでしまう。今宵ご紹介するキャサリンは異色の恋愛ホラー作品。ある呪いに取り憑かれた男の恐怖の一週間を体験していただきます。物語の主人公はヴィンセント・ブルックス、32歳。彼とても真面目で優しい男なんだけど、ある日恐ろしい悪夢を見始めてしまうんです。そしてさらに彼へ襲いかかる甘い誘惑の嵐。いや、もう彼ったら老いたが過ぎるんだから。果たして彼、人生の山場を越えられるかしら。全ての結末はテレビの前のあなた次第。さあ、お待たせしました。いよいよ始まります。それでは皆さん、また後でお会いしましょうね。ねえ、聞いてる？ねえってば。ちょっと聞いてんの？ああ、うん。なんか疲れているみたいだけど大丈夫？さっきからぼーっとしてるし。ああ、ごめん、仕事朝からだったから。なんだ？助けてくれ！早っ！叫んでる間に落ち足をよし！石を動かして、丸、石を丸ボ操作を、
思議な見つけ。はっ、よし、ゲット。よっ、ふっ、エイジ。はっ、よっ、ふっ、エイジ。はっ、よし、くっ、石、まず。ふっ、エイジ。はっ、はっ、ふっ、エイジ。よし、よっ、よし、ゲット。大、その、石は、円は、ふっ、エイジ、よっ、よし、ゲット。ふっ、エイジ、よし、ゲット。よし、ふっ、エイジ、エイジ、ふっ、エイジ、はっ、ふっ、エイジ、よっ、ふっ、変で繋がるのは分かったか。よっ、いっ、まあ、石で円が、はっ、よし、ゲット。ふっ、エイジ、よし、はっ、よし、ゲット。ふっ、エイジ、はっ、ふっ、エイジ、はっ、よし、ふっ、ここはど、ゴール、とに、お互い、お、おい、はっ、よし、よっ、よし、よし、ゲット。エイジ、よし、よし、ゲット。エイジ、よっ、よし、ゲット。出れるってことか。おめでとう。見事な登りっぷりだね。これで地下墓地は終わりだ。初めてにしては上出来だね。明日の夜また会えるのを楽しみにしてるよ。それより手当とかは出んの？手当？休日出勤のに決まってんでしょ。まあ、いや、特には。特にはってつくこともあんの？いや、ないけど。ないんじゃない。ほら、2個。なあ、ケセル、死ぬ夢とかって見たことある？死ぬ夢？死にかけたとか？いや、死んでく夢、殺されてくとかでもいいかな。ないかな。殺す夢ならあるけど。え？君らしいよ。何それ。ねえ、私たちさ、何年目だっけ？え？そういや、何年になるんだ。長いから分かんなくなってるよ。あー、どうだったっけ。こっちが聞いてんのに。最近さ、やたら親が電話してくんの。スケット。
やっぱそう思う？他にないだろ。そうか、結婚な。ガキの自分からお前とも長いが。いや待てって、ジョニー、まだ決まってないから。彼女との結婚嫌なのか？そうじゃねえけどさ、大事だし一緒にいたいけど、なんつうか結婚はまだいいんじゃないのっていうか、わかんだろ、今がお互い気楽っつうかさ。お互いそれっぽいこと言ってたんだって。今も仕事第一ってか、もともとやりたいことやってくタイプなんだよ。知ってんだろ。いつまでもそうってこともないだろう。そういうんじゃねえってん。きっと大体独身のお前に言われたくねえし。いや、俺は結婚は運命の相手とって決めてるだけだ。お前とは違う。今の彼女にも結婚する気はないって言ってあるんだ。運命の相手に会えなかったら？だったらする気はないね。当然だろ。さすがっす先輩。それより聞いたか、ポールの話。死んだってやつ。は？死んだ？え、ポールってあのポール？ああ、離婚したって話は聞いてたけど、元気そうだったからな。驚いたよ。セーブをしないまま。君か。何を戸惑ってるの？早く扉に入りなよ。もう引き返せやしない。ここは罪人監獄。迷える羊が死ぬまで囚われる牢獄さ。じゃあ今夜も始めようか。続きってことか。何なんだ。確かバーに女の子が来て、その後、あー、くそ、思い出せねえ。どうなってんだ。はっ、よし。なんだそ、はい、おう、はっ、よし。
石を引き足そのままと。よしゲット。あれ動かねえ動かねえと。おお、よしゲット。ふっと、先、あん、右して、迷った。よしゲット。ふっと、ふっと、よし。あいつやるな。ふっと、ふっと、ふっと、ようやくか。あと少しだ。ふっ。あと並んでる石は一列に並んでいる。一度に。よし、ゲット。いつやるな。チェック。見つ。よし。よし。よし、ゲット。よし。よし、ゲット。上、みんな、よっ。エッジ、エッジ、よし、エッジ、よし、よっ、エッジ、よっ、よし、死んだ。せーの、よし。なかなかやるじゃないか。